はい、ということで、はい、はいはいはい、続きましてですよ、はい、続きましてのコーナー、はい、続きましてのコーナーでございますね、はい、はい、タイトルをお願いします。はい、タイトルコールいきますよ。はいはい、まだまだ言わなそうなことは、はい、のコーナーです。それ聞き取れるかな、聞き取れるかな、聞き取れるかな今一瞬、普通に言っとくよ今なんかちょっと怪しかったな、うんうん、〇〇が言わなそうな言葉、はい、はい、ということで、はい、このコーナーは、はい、あんな人やこんな人、あんなキャラクターなどが決して言わなそうな言葉を僕らが代わりに言っちゃおうというコーナーです、はい、なるほど、あの、はい、メールで送ってもらって、はい、こいつはこう言いそうみたいなやつとかも書いてくれれば嬉しいなと思っております。はい、あのですね、ちょこちょこ多分音声が止まると思いますが、はい、あの僕あのすいません、リアルで今放送中に本当に本当にこうやってタブレットこうやってってあの今画像の方に載ってますけども、うんうん、タブレットで、はい、あのメールをチェックしております、ね、はい、メールをチェックしてるので時々僕が、うん、あのなんか宇宙と交信してるみたいな感じになりますけどどうしたのかなみたいな、ね、はい、あの、うん、決してサボってるわけじゃなくて、まあね、お仕事中なんで、お仕事中だ、ね、はい、あのタブレットであの、うん、メールも確認しておりますのでそちらの方、うん、全然あのメールの方送っていただければ嬉しいなと思ってますが、うん、でコーナーの方に戻りますね、すいません、はい、〇〇が言わなそうな言葉、はい、あのなんかちょっと面白い系で多分、うん、メール送ってくれればちょっと嬉しいなとは思うんですけども、うんうんうん、例えば、はい、どんな言葉とかどんな人が言わなそうだなみたいなのとかってなんか想像であります？あの僕昔あのネタとしてあったやつなんですけども、はい、芸人さんがね、はい、やってたやつなんですけど、えなりかずきさんが言わなそうな言葉シリーズっていう、おー、はい、ちょっと印象に残ってるやつなんですけど、はい、やっていいですか？はい、先にシャワー浴びてこいよ出た出た、あ、出た出た、あの、純粋な子が言わなそうなやつしかも偉そうに言う言っちゃうじゃん、ラブホとかで言っちゃう、やだなそれ先にシャワー浴びてこいよやだ、あ、それ想像したくない、男出したなってついに、ついにあんなに丸坊主だった子がみたいなぜひこのセリフはやっぱりね、ラブホでね、こうブーちゃんに感情のキャビン言ってほしいかな絶対言わねえ絶対言わないラブホ似合わなそうだもんね、似合わない絶対似合わないと思う俺ブーちゃん、ブーちゃんラブホ使わない派なの？さあ、変な汗をね放送コードに引っかからないいや、本当にギリギリラインで言ってますけどいや、行きますよ、いや、行くな、はい、行くよね、言っちゃいますけど、行きますよ、うん、それは行きますよ、行きますよね、そうだね、うん、えなりかずきみたいにはなれないかもしれないけどもえなりかずきさんが言わなそうな言葉でそのチョイスはやばいと思う。いや、もうねでもね、意外とね、なんかね、そう言うんですけど、あのブーちゃんもね、なんかね、なんもないんすよみたいなこと言うんですけど、あの、昨日もね、昨日から僕の家泊まってるんですけど、はい、あの、まあ営業中にね、なんか会社飲み会終わってうちの店来てくれて、うん、で、なんかあの、新規のね、方が、なんかまあ、いて、その新規のカップルの方の、こう、あの、彼女さんがね、帰り際にこう、ブーちゃんに癒されましたと、ね、あの新規だとは思わなかった？めっちゃね、しかも昨日ね、酔っ払ってたからブーちゃんすごかったんですよ、皆さん覚醒してましたからね、完全覚醒しましたね、ほんに恐れるものは何もない、何もないなんか、あの、普通になんか何飲むのって、ブーちゃん何飲むのってね、言ったらバイトでも何でもないですよ、昨日はね、本当にお客さんとして来てくれてるのになんか何飲むのって言ったら、なんか簡単にちょこちょこちょこって入ってきて、お、なんだと思って、なんか自分でこうね、緑茶がなんかこうついてね、うん、緑茶飲むのしてもいいです、ついで、で、あ、飲むんだと思ってカウンターに2組お客さんいたんですけど、うんうん、急に接着しやしましたからねあれ、俺のポジションなくなったみたいないや、あの、この狭いカウンターの中でブーちゃん入ったら俺、いるとこないからいや、あの、正直言うと、あの、結構洗い物が溜まってたんですそうそうで、まあ、あの、タマ様もちょっと接客してるから、そうそう自分で、あの、緑杯作って飲もうかなと思って、緑杯作って後ろ向いた瞬間に、うん、あ、めっちゃ洗い物溜まっとるやんと思って、そこで、ちょっとスイッチが入ったんですから、きっと、きっと、で、うん、なんか、最初入ってきた時からもうすでにカウンターでちょっと一人で飲まれてた、うん、あの方と、あ、ドルドル TV の人だって言われて、はあ、
ちょっとそこの時点でもスイッチ入っちゃう。あれ YouTube の YouTube のってよく言ってる。そうそうそう。最近うちの店来たら YouTube の YouTube のってブーちゃんね言われるんで。そうで、そのまんまなんかもうスイッチ入ったまま入っちゃったから、そのまま出れに出れず。そしたらめっちゃなんか絡んでくれるお客さんだったから、うん、絡んでくれるっていうか、あの話してくれるお客さんだったから、うん、面白くなっちゃって、あ面白くなったからなのかわかんないですけど、うん、まあ見事にスイッチが切れないですよね、うん、なので昨日も散々飲んでたんで、うん、あんまり飲み慣れないものをもう散々飲むものではないなと思いましたけど、まあまあそうですね、あんなに酔っ払ってるブーちゃんはね、僕長い付き合いですけど2回目ぐらいですねまだね、うん、進むところ怖いものはないっていう感じで本当になんかね、そう、わーって洗い物しようかなって思って入ってきて接客しちゃったから、俺がずっと洗い物普通にしてます、ね、あー、任しとくかなみたいな感じで、まあ、でもまあまあ面白かったですし、うんうんうん、まあそうやって言ってくれるのがね、嬉しいことですけど、うんうん、あの、すいませんでした、昨日はそうなんかね、あの、あれなんですよ、まあ、僕が言うのもなんですけど、ブーちゃんね、素人女性というよりは、あの、クロート女性にモテる系統がありますね、傾向がね、いや、あんまりあれなんですけどね、全然わかんないんですけど、まあなんか夜の女性店とかの人が、はい、あの普通に飲みに来た時に、なんか癒されるってよく言われるんですけど、そうそう、ホステスさんね、やっぱりあれですね、あの別にこれといって僕は何もしてない、何もしてないし、何もしないし、でもなんかね、ホステスさんってね、日々ね、ほら、がっついてる男子にね、こう、わーってやって接客してるわけじゃないですか、あーなんか疲れたなーっていう時にこうやっぱり癒しの動物みたいな感じフレアイパークに来たかなぐらいのこうブーちゃんのね優しいオーラがこうあれね包むんでしょうね、ようこそブーパークっつってブーパークっつって本当にブーパークへようこそってね、そうそうそういうちょっとまあまあ良くも悪くもちょっと男を感じさせないそれいいのかなそこいいのかなだからね、可愛い弟的な感じになりやすいね、まあまあ、うん、まあそういうところでさっきのえなりさんのホテルに行った時の一言が言えるかどうかですよね、僕先にシャワー浴びてこいよっていや、言えねえなぁ、だからあの僕の勝手な想像だと、まあ、ブーちゃんってやっぱりね、なんか年下女子もまあ悪くはないけど、うん、年上女性かなみたいな、まあ、ちょっと若干気強そうな感じの子が合うんじゃないかななんて思っちゃう部分もあるんですよねうん、まあ勝手な想像ですけどね、本人は何を望んでるかわからないんで、まあ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 、どういう方がいいですか、え、このコーナーで喋りますそれいや、どういう子って別にあのこれと言ってはないんですけど、うん、相性が合えばいいなって、思うわけでございますけど、はい、この小声になっちゃうから、そういう話でブーちゃんが言わなそうな言葉みたいな告白的な、あ、ぜひ送ってほしいタマ様が、うん、言わなそうな言葉とか、そう、俺が言わなそうな言葉、うん、まあそういうのでも、うん、あり、全然あの、うん、もういただければ本当に嬉しいですけども、全然ありですよ、あの、うん、絶賛ホモ疑惑中のことがあるのでそれを払拭したいそうですね、本当に、おっと、まあ、2人ともフリーなんでやっぱりなんかね、僕もまあ2年ちょっとぐらいフリーなんでね、もう2年になりますか、はい、2年以上経ちましたよ、そうですね、はい、ものそろそろなんか欲しいなって思い始める時期ですよねいやでもタマ様がその言わなそうな言葉に対して下ネタに関しては言いそうだもんな、うん、全部ありえるっていうありえるっていうね、まあ、どういう角度でこうボンって攻めてくるかっていうところですよね、お便りで、うんうん、これ俺僕楽しみですね、まあまあそう、うん、まあ一つだけですか、うん、あのタマ様が言わなそうな言葉をちょっと、ああはい、歌うなよでもお店で絶対言っちゃいけない言葉だ、これ絶対言っちゃいけないやつ、あのこれ本当にあの歌う内容は言ったことないんですけど、うん、あの昨日あの簡単に一人降りたお客さんは、うん、はいはいはい、僕と同い年のね、はい、彼があまりにもぐわーっとあのね、あのマイク近い人とかいるじゃないですか、うんうんうん、とりあえずがなればいいみたいな、うんうんうん、わーみたいな、うんうんうん、それが、ね、いいと思ってる方っていらっしゃるんですよ、うんうん、でもそれはそれでまあさすがなんだなと思うんですけど、他のお客様がね、うん、こう、わーって耳痛いとか、うんうんうん、あーってなってる時とかあるじゃないですか、うんうん、そういう時に俺、なんかあのボリューム絞ったことあるマイクボリュームゼロにしたことありますね、言いはしないけど絞っちゃう、うん、よしみたいなこれぐらいでいいかなみたいな、そう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 、やっぱりなんかね、飲んでてもやっぱりなんか
あの他のねこうお客さんたちも愛情を持たないかなっていう、まあまあそうですね、はい、うん、楽しく飲みに行くってことはやっぱりそういうことだと思うんで、やっぱりなんかね、はい、あの共有スペースをね自分だけのものっていうことじゃなくてっていうまあ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 、まあはい、そうですね、はい、そしてこう称え合う素晴らしい飲み会ができればいいなと私は全然思うのでこのね、お店をちょっとずつこう PR する感じね。なんていい店だったねえ、ほんと。ありがとうございます。ね、眠くなるさ、良すぎて。そう、あのね、居心地よくてね、ラリホーかかるっていう。そういう、なんかあの、うちあの、なんかボックス3席ね、うんうん、あるんですけれども、そこのボックスには魔物が住んでるから、ね、本当に吸い込まれるようにみんなこうね、パーっと。ここ最近僕も吸い込まれるんですよ。まあ、団体が入らない限りは、席ある限りは寝かしてあげるけど、うん、みたいな。まあ、Facebook とかを見ていただければ分かると思うんですけど、たまたまの Facebook、昨日あげ、今日か、あげた写真、僕が寝てる写真が1枚あったんですよ。まあ、ひどい。まあ、ひどい。これぞブーちゃんみたいなね。そう、もう、なんかね、ワイシャツだったんですよ。で、うんってやったら多分出たんでしょうね。もう出しっぱで。ハラハラって、そう、もうお腹が出ちゃってで、うわーってこう、なんか、なんだろう、手、両手上げてこうやってもう 寝ちゃってるんですけど、もうお腹がポロンって出てるんですよ、うん、まあ、こういうのに、やっぱりホステスさんはこう触りたがるわけですねプーちゃん触らしてってビンビンってね、あのね、一回殴られたことある。うわそれは、もしかしてうちの元働いてた人かなあ、いやいやいや、それではない、それではないんですけど、あの、なんか女の子とわーって喋ってて、うん、お腹をこうパパ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 パって、うん、サンドバッグか俺はね、柔らかいウォーターベッドみたいって言われたことある、うん、そんな、うん、そんなんじゃない、うん、じゃあそこでブーちゃんが言わなそうな言葉で俺のウォーターベッドで出てみるから言わねー言わねー俺のウォーターベッドそれそれあれですね、はい、あの、はい、お便り来た時に、はい、僕とお友様に対して、うん、あ、ついに来ました。あ、来ましたね。ラジオネームは、クミンさんでいいかな。はい、クミンさんで、はい、ぜひお便り書くときに、はい、ラジオネームください。はいラジオネームがないと名前が読めない。すごい。はい、はい、これは今多分ニコニコを見てくれている人で、うん、知っている方なので、うん、今名前つけましたけども、はい、うん、普通にラジオネームだけください。うん、はい、クミンさんからいただきました。はい、ブーちゃんが言わなそうな言葉、うん、これは3連単なのかな。うん、1つ目、お前、うん、死んでみるって言わない。あーねー、そんなドスの効いた声が出ない。ブーちゃんはね、喧嘩しないけど、あのね、無言で圧力かけてたから、怒ったらね、よく言われる、それ、本当に今、ああ、怒ってんなっていうねあのね、ブーちゃんはね、怒ってるか、お腹空いてる時は、本当喋れないんですね。なんで？スニッカーズの人ですね。よく最近言われるんですよ、僕がお腹空いた時には、なんかすごい、うん、なんか態度に出るみたいで、うん、スニッカーズの CM みたいっていう内田裕也みたいっていううん、ね、急にロケラオーっつって急になんか多分テンションが下がるんでしょね、きっと。だからここ最近はうちらの YouTube 撮る前には必ず僕は何か食べてます。そう食べてますし、さっきこの放送も始まる30分前ぐらいにご飯を食べました。そうですねなんかね、多分ね、スイッチの入り方がね、2人とも違って、うんうん、なんか俺も今日この日撮影だってなったら、もうそっから起きた時からもうスイッチ入ってる。うんうんうん、でわーって言ってテンションこのままでいくから、うん、ブーちゃんはでも現場に入って回らないとスイッチ入んないから、それまでこう、そうですね、レックボタンとかのあのピッて音とかあとは放送が始まる音とかで、うん、瞬間的にガラッて変わっちゃうんで、うん、そう、あのね、三井久志のパシュって音でこう何度でも蘇るみたいなねやつみたいな感じですね。はい、あと2つ来てるんです実は。はい、僕が言わなそうな言葉、はい、金出せや。いや、言わねえ。うん、まあ、言わないね。言わないよ、これは。ブーちゃんはね、おごってても言わないしね、うん、基本的に、おごるとか別にあんまりそんな考えたことがなくて、うんうん、いや、一緒にいるんだから一緒に、うん、
出そうみたいな、うん、まあ、で向こうが出すよとかっていう話になったら、うん、すいませんこっちでーすって言うぐらい、ね、もらえるものはもうね、あの、おごれって言えない。言えないね。まず、人として俺言えない。まあまあ、まあね、そうそう。だから、やっぱりなんかこう、もらうと、なんかその分返さなきゃいけないっていう気持ちになっちゃうからね。いや、まあね、やっぱり良くしてくれる人たちもいるので。そうそう。おごられたがりはね、なんか、友達が逃げてきてね。本当に、はい。金の切れ目は縁の切れ目ですから、ね、そうですね。うん、あんまり良くないなってことでね、はい。そうですね。最後に。最後これ。最後これ。ちょっとさ、僕いいですか。僕いいですか。おちゃんが言わなそうな。あ、はい、どうぞ。高瀬さん。言わねえ、絶対言わねえ。すごい、しかもエコーがめっちゃ効いてた。いや、言わないよ、これは。抱かせろよ、ね。抱かせろよは言わないよ。言わないよ、ね。言わない、絶対。言わない。抱かせてもらっていいですか、ぐらいじゃないですかね。ということで、まるまるが言わなそうな言葉でした。はい。動画を見てる方は、こういうこのタイミングがお茶のタイミングです。何の音声切ってるのかなと思いますけど、多分、お茶です。